皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。今回も前回の解説動画に引き続き、ランボルギーニの歴史について紹介したいと思います。本動画はその8になるので、全シリーズを見たい方は、コメント欄もしくは概要欄に URL を添付しているので、ぜひ見てください。では、今回の動画もお楽しみください。どうぞ。高級スポーツカーメーカーとして業界に参入したランボルギーニ社。設立して歴史が浅いのにもかかわらず、ミューラなど人気の車種を世に広めました。イスレロとエスパーダが公開されてから間もない頃、1970年にランボルギーニは新たな車種を2つ発表しました。1代目はポルシェをライバルとしたものであり、2代目はイスレロの後継車でした。では、1代目から紹介していきましょう。この車はポルシェ911をライバル視されて作られた車両であり、フェルッチオの次の目標でした。ランボルギーニのライバルといえばフェラーリですが、当時はミューラなどのスポーツカー車両の投入で、フェラーリに追いつきつつありました。しかしフェラーリの方が自動車としての歴史も長いため、メーカーの規模や生産台数はフェラーリの方が上でした。そのため、自社をさらに成長させるためにフェルッチオが思いついたのが、リーズナブルであり大量生産が可能な車両開発を行うことでした。やはり従来の少数生産である高価なグランツーリズモには限界があったのです。そこで目標にされたのが、スポーツカー企業のポルシェでした。ポルシェ社は当時、大量生産に成功しているスポーツカーメーカーであり、1969年には1万台以上の生産を行っており、これはランボルギーニ社の生産台数を余裕で上回っていました。そのためフェルッチオは、その1、年間2000台の生産、その2、ポルシェと同価格にする、その3、2プラス2のミッドシップ構造にする、という目標を定めて大量生産すべくポルシェに対抗しようとしました。この時、開発指揮を務めていたジャンパオロ・ダラーラはデトマソに移っていたので、新たな開発リーダーとしてパオロ・スタンツアーニが選ばれました。なお、ジャンパオロがデトマソへと移ったのは、レーシング活動をしたいのに、ランボルギーニ社がレーシング活動をしなかったからでした。というわけで新たな開発チームで打倒ポルシェの車両を開発することになりました。しかしポルシェに対抗しようとも様々な課題があり、2プラス2シーターのミッドシップモデルという目標を実現するには大きな壁でした。イスレロなら2プラス2シーター4人乗りのフロントエンジンで、ミューラなら2人乗りのミッドシップエンジンということもあり、従来の車は4人乗りならフロントにエンジンを、2人乗りでは座席後ろにエンジンを設置するミッドシップ構造を採用していたので、2プラス2シーターの4人乗りで座席後部にエンジンを設置するのは難関だったのです。そのため、後部座席とエンジンルームが干渉しないような小スペースを確保する必要がありました。まず小スペース対策として提案されたのが、V12 エンジンから V8 エンジンへのコンパクト化でした。従来の市販モデルは V12 エンジンを採用し続けていましたが、この車両では V8 エンジンが採用されました。この V8 エンジンの搭載が現在ではよく言われるベビーランボの始まりと言われており、通常モデルより若干安い車両のことを指します。そのため今では裏勘やガヤルドをベビーランボと呼ぶこともあります。続いての小スペース対策としては、コンパクトカーの大量生産に成功しているフィアットを手本にしました。まずフィアットが当時、採用していたギア交差式を取り入れており、これはコンパクト化されたトランスアクスルの配列法です。エンジンとトランスアクスルを並べて横置きにする構図になっており、スペースとしては横幅が拡張されますが、前後スペースを小さくすることができます。なお名前の由来はフィアットの技術者ダンテジア交差から来ており、ジア交差式は現在では定番の構造となっています。またサスペンションも見直され、ミューラなどで採用されたダブルウィッシュボーン式からストラット式に変更されました。ストラット式は剛性が劣っているという弱点がありますが、部品が少ないため、シンプルかつ軽量で大量生産に向いているサスペンション構造でした。そして車両のデザインは前回から活躍しているベルトーネ社のマルチェロ・ガンディーニが担当しました。そうやって開発されたのが、ランボルギーニ・ウラッコです。無駄な装飾を取り除いたシンプルなデザインが特徴的であり、リトラクタブルヘッドライトのおかげでボンネットも低くすることができました。また外観からもわかるエアインテークは現在の車両でも採用されており、リアにはミューラと同様のルーバーが採用されました。さらに実用性も考慮されており、エンジンが後方にもあるのにもかかわらず、
後ろにトランクを設置することができました。エンジンは V8 気筒の 2500cc で最高速度は時速 220km。ショートホイールベースのため旋回性能も問題なしでした。インテリアについては、室内のほぼ半分を占める横長のメーターパネルが特徴的であり、中央にウォーニングランプ、各種補給メーターが左右にあり、両端にタコメーターとスピードメーターが配置され、当時では未来的で斬新な見た目でした。なお、ブラッコとは小さな王子という意味であり、ベビーランボとしては良いネーミングだったでしょう。こうやって作られたウラッコですが、1970年のトリノショーにて発表されたのにもかかわらず、生産は1973年からと遅れを取ってしまいました。最新のコンピュータを導入し、生産をオートメーション化によって年間2000台製造する計画ですが、大幅な初期投資が必要となったと同時に、トラクター部門が不調だったこともあり、生産が始まったのが1972年の秋からで、販売開始が1973年になってしまいました。また販売後も経営が思い通りにならなくて、新型 V8 エンジンの不備や生産設備のために価格がポルシェより高価になるなど、あまり順調とは言えませんでした。それでも価格は当時の1000万円以下に抑えられており、大量生産としては、ランボルギーニ社として新たな一歩を踏み出せたでしょう。ウラッコは1979年までの期間で5つのグレードが生産されました。P250 が初期のモデルであり、S が初期スペックは同等でありながらパワーウィンドウなど豪華装備になっています。次に P200 は国内のイタリア向けモデルとして販売されました。当時のイタリアは 2000cc 以上の車両に厳しい付加価値税が課せられる方があったので、1995cc の V8 エンジンを搭載することで、税対策を行いました。この他にも、エンジンの大型化などでスペックアップした P300 モデルや、エアポンプ、サーマルリアクターの装着によって米国自動車排出ガス規制をクリアした P111 モデルがありました。販売台数は想定よりも少なく7年間で791台しか売れなかったため、年間2000台を目標にしていたことを考えると、5.5% しか達成できませんでした。しかし完成度としては大量生産のことも考慮すると高いと認識されており、欧州の自動車メーカーにはインパクトを与えました。販売から3年後となる1976年には、フェラーリから D-304GT4 が登場しており、ランボルギーニウラッコに対して挑戦的な車両でした。この車は D-206、246の後継車で、2+2シーターのミッドシップ車であり、デザインは丸まった見た目から直線的なデザインに変更されました。実はデザインをしたのがベルトーネのチーフデザイナーであったマルチェロ・ガンディーニだったからです。そのため、同様のデザイナーということもあり、ウラッコと似たような見た目になっています。この車両は1980年までに2826台が生産されており、搭載された V8 エンジンは新設計でした。では、今回の紹介はここまでにしたいと思います。次回はウラッコと同時期に公開されたもう一つの車について紹介したいと思います。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか？ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。